敵は誰か？目的に対して、障害となる、すべて、だ。従来は、無関係な一般人も含む。横断歩道を10秒以内に渡りきれ。そういう時、目の前に老人がいたらどうするか？跳ね飛ばす。そういうのが入ってきても、その時視界には、どん重なモンスターが。その前に、フィルターを考える。特に自分へ危害を加えていない限りは、他人に対し、加害はしないように。そういう時、そのどん重なモンスターはあるいは、単なる絵は、かも。ストリート、それを土台にした場合、現場に見えるのは、単なる絵は、だ。無理して突っ込めば自分の作品、それが壊れる。従来は鈍重ながら強力なモンスターだった。それは倒せばよかったし視聴者もそう考えた。それを突っ切るとき、その老人は致命的な被害を受け、それはその作品や支持した人々へ。何らかの呪い。